ロボシツェは、チェコ西部のボヘミアの北部にある小さな町。ドイツ語名はロボジッツである。ラーベ川定地の北端のラーベ川の左岸に築かれた。ボヘミア高地の南端でもあり、ロボシュ山が最も近い山である。首都プラハから北におよそ60キロメートルのところにある。行政的には、ウースチー州のリトムニエジツ地区に属す。町自体は、かなり細長く。 ロボシセクライ長くとことわざにもされるほどである。交通の要衝で、ラーベ川に貨物港があるだけでなく、プラハとドイツとを結ぶ D8 高速道路やプラハから、ドレスデンに至る高速鉄道も通っている。化学や食品などの工業が盛ん。中心地区に立つ、当青銅器時代にはすでに人が住んでいた。チェコで最初期の人類居住の痕跡がある。 初めて歴史上に登場するのは1143年4月12日のことで、ワラキア公ブラディスラフ2世がこの小さな村にストラホフ修道院を建てた。1600年7月4日には神聖ローマ皇帝ルドルフ2世から町ンを授かっている。1756年にはプロイセンとオーストリア帝国との間で有名なロボジッツの戦いが交わされた。ズデテン地方を ドイツ領と定めたミュンヘン協定により、第二次世界大戦中はドイツに支配された。当時は600人のチェコ人が暮らしていた。戦後はベネシュフ国によりドイツ系住民が迫害された。ありがとうございます。